ね。中国記者協会が習近平に激怒。習近平も部下に大激怒。メディアの反乱に中国世論は騒然。追加の経済刺激策なし。外交部長など新人事なし。事前に行うはずの三中全会、中国共産党第20期中央委員会第3回全体会議も未だに開かれていない。異例な状態のまま会期も短くして、2024年の全国人民代表大会、人代が終わった。全国で人代に関するキャンペーンが展開され始めた矢先、河北省で大きな爆発が起こった。3月13日午前7時54分、北京から約 40km 離れた河北省廊坊市ヤンジャオで4階建てのビルが爆発した。死者7名と負傷者27名の大爆発だ。地元政府は地下に埋められたガス管の漏れが原因だと説明したが、未だに不明な点が多い。通常なら中国のマスコミはすぐ現場へ駆けつけることなく、共産党宣伝部の指示を待って、あるいは新華社のトンガを代表取材原稿を掲載する。共産党と政府の方針に従って報道するしかない。しかし、このヤンジャオの大爆発の報道は違った。中国中央テレビ、CCTV がいち早く現場に行ってライブで事件を伝えたのだ。女性キャスターが現場近くでレポートしていると、報道しないように地元の警察が遮った。現場にいる記者団が警察に力ずくで追い出された様子もそのまま生放送され、世論は騒然となった。その直後、同日に中国記者協会が正当な取材は記者の権利と題した声明文を公表した。声明文には3名の記者が10名を超える警察官に囲まれて追い出された事実が載り、正当な記者の取材が許されるべきではないのか。記者の取材活動は迷惑をかけることになるのか。通行が現場の報道を代替できるのかと問いただした。地元政府も異例の声明文。筆者は目を疑った。一連の質問は習近平政権に向けられた三問ではないだろうか。特に通行が現場の報道を代替できるかとの問いに注目したい。習近平政権はこれまでマスコミへの管理を強めてきた。8年前に習近平主席は、党と政府に属した媒体は、党と政府の宣伝媒体であり、党の方針通りに報道しなければならないと述べた。2016年2月19日の党の新聞の世論に関する工作の座談会。これはメディア投書プロンと呼ばれた。以来、マスコミの報道は大幅に制限され、中国のプラス面しか報道されなくなった。災害や重大事故に関して、習近平主席は、前任者たちのように、すぐに現場視察をすることもなかった。そういう経緯があるため、今回の CCTV の記者の言動には驚いた。中国記者協会の声明も、習近平への反乱に等しいものだ。人代で、報道政策が変わったのか、それとも政権内に異変でもあったのか、いずれにしても上部の指示なしに CCTV が勝手に動くはずもない。さらに前述の記者協会の声明文が公表された後、地元政府は14日に謝罪し、その声明文まで出した。これも異例だ。習近平は報告書に不満か。思えば、習近平政権の異変は、人代の期間中にもあった。3月8日、中国最高人民法院と最高検察院の院長が、人民大会堂で報告を読み上げた。香港市
明報の報道によると、報告を聞きながら手元の資料を読んでいた李強首相が習近平主席に話しかけた。王古寧政教主席も話し合いに加わった。人大の壇上で注目注視の中、政治局常務委員の3人が死後に吹けることは異常だ。最高人民法院の長文委員長の後、最高検察委員の王雄委員長が報告した。すると、手元の資料を読んでいた習近平主席が、そばにいる長楽祭人大常務委員会委員長に向かって話しかけた。習主席は時に報告書を指さしたり、テーブルを叩く時もあった。約3分間話した後、習主席が報告書をテーブルに軽く叩きつけるように置いた。その時、長楽祭委員長はうつむいたまま、習主席の指示を記録していた。二人の間の険悪な雰囲気は、100メートル離れた場所にいた記者も感じたと、明報の記者は書いた。明らかに習近平主席は、最高法院と最高検察院の報告書に対して、不満を持ったようだ。最高検の報告書には、国家の安全と社会の安定を維持するため、昨年1年間で 72.6 万名の容疑者の逮捕を許可し、168.8 万名を控訴したと書かれていた。2023年の1年だけで、合わせて240万を超える人が、国家と社会の安全を乱すとして、逮捕、起訴されたことになる。この国家秘密にあたるデータの公表が、習近平主席の怒りの原因ではないかと囁かれた。習近平主席は、革新となって、政権を思うままに操っているように思われがちだが、部下たちは、まだ完全にはついていけないのだろう。習近平が推し進める自己改革。3月16日、習近平主席が署名した文章が、党の機関紙、旧是に新たに発表された。そのタイトルは、大きな党の独特の難題を解決する冷静さと、揺るがない意志を持って、最後まで党の偉大な自己革命を進めよう。習近平主席は、政敵を排除する腐敗取締りを進めると同時に、山積みした中国の内外の問題を無視して、さらに自己革命を推し進め、かつての文化大革命のように個人を迫害する気なのだろうか。実に恐ろしいことだ。中国、南シナ海で巨大軍事基地建設、台湾実効支配の太平島周辺。台湾の呉省省外交部長は20日、南シナ海の南沙諸島で台湾が実効支配するウトゥアイバ島、台湾名太平島の周辺に中国が巨大な軍事基地を建設したと指摘した。ただ、平和的解決を模索する方針も示し、南シナ海の緊張をさらに高めることは望まない姿勢を示した。歴代の台湾総統は太平島を訪問しているが、蔡英文総統はまだ訪れていない。与野党議員の一部からは、蔡総統が5月の退任前に同党を訪問し、台湾の主権を主張すべきとの声が出ている。呉外交部長は蔡氏の訪問を求める声について、記者団から質問され、太平島が台湾に属することに疑いはなく、当局はこの島の主権を守ることになると述べた。南シナ海の領有権問題では、中国とフィリピンの対立が最近深刻化しているが、太平島周辺の状況も緊迫していると指摘。中国はすでに太平島を囲む3つの島、スビ礁、ファイアリークロス礁、ミスチーフ礁に非常に巨大な南シナ海軍基地を建設している。これらはすべて太平島にかなり近いと述べた。その上で対立が深刻化する中、台湾は南シナ海問題を
平和的手段で解決する方法を考えなければならないとし、詳細には踏み込まず、機会があれば最善の方法を用いて太平島の領有権を示すだろうと述べた。太平島には軍輸送機が発着できる滑走路がある。中国が実効支配する近隣の島に比べれば防御は手薄だが、今のところ中国軍は静観している。台湾は南シナ海の北側に位置する東沙諸島も実効支配する。この周辺では中国軍が定期的に演習を行っている。中国、法人の基礎審査開始。拘束1年、アステルス製薬社員。北京共同、中国北京で、アステルス製薬の日本人男性社員がスパイ容疑で拘束された事件で、中国当局が男性を起訴するかどうかの審査を始めたことが、19日分かった。中国政府が18日、日本政府に伝えた。日中関係筋が明らかにした。男性の拘束から今月で1年。起訴されれば、公判手続きに入り、釈放は一段と困難になるため、日本政府は早期解放を強く働きかける方針。中国当局は原則として、1ヶ月以内、最長でも6ヶ月半以内に、起訴の可否を判断する。男性は昨年3月に拘束され、同年10月に国家安全当局に正式に逮捕された。日中関係筋によると、日本大使館は2月27日に男性に対する11回目の領事面会を行った。事務官も同行し、健康状態に大きな問題がないことを確認した。日本政府は男性の家族との連絡を始め、必要な支援を行っている。男性は50代でアステラスの現地法人幹部を務めたベテラン駐在員。日本外務省によると、2014年以降、男性を含め17人の邦人が拘束され、現時点で5人が中国国内に留められている。アステラス社員拘束から1年、近く起訴の可否判断、監視強める中国、習政権。北京市でアステラス製薬の50代の日本人男性社員が、スパイ容疑で中国当局に拘束されてから今月で1年、日本政府は早期解放を求めているが、近く起訴の可否が判断される見込みで、拘束は長期化する可能性がある。国家安全を重視する習近平政権の下では、外国人らの監視が強まっている。男性は日本に帰任する昨年3月20日に拘束されたとみられる。特定の施設などで取り調べを受ける居住監視を経て、同10月に正式に逮捕された。今月18日には起訴するかどうかの審査に移ったことを中国側が日本政府に通達。原則1ヶ月以内、最長でも6ヶ月半以内に起訴の可否が判断される。